日本の自動車メーカーが世界に名が知れていることは周知の事実です。そんな中、マツダ自動車、並びにその創業者である松田茂次郎氏の歴史を紹介するミニドキュメンタリーを紹介した動画が世界の方から大きな反響を呼んでいます。世界に名を馳せる自動車メーカーがどのようにして作られたのか、興味を持った方が多いようです。引用元はこちら。マツダ・ジャスト・チェンジド・ザ・ワールド。マツダ氏は1875年8月6日生まれ。広島の漁師の家に生まれた茂次郎氏は14歳、動画内では13歳となっているの頃に大阪の鍛冶屋に弟子入り。その後は海軍工廠で造船技術者として勤務。1906年にはポンプを発明し、ポンプの製作、販売を行う松田製作所、現在の大阪機工を立ち上げました。1921年には広島に帰郷し、当時経営が不振だった東洋コルク工業株式会社の社長に就任。1927年には社名を東洋工業株式会社に改名。1931年になると三輪トラックの生産を開始。このトラックにはマツダ号と名付けています。もともと三輪自動車は日本が独自に作っており、今でも三輪自動車は使われています。一般の四輪自動車に比べて維持費が安く、小型なので小回りが利くという利点があるためです。戦後の特需がちょうど重なったことや、三菱商事との業務提携もあったことで、東洋工業の売り上げは急増。海外にも輸出を行い、同じ頃のシンガポールにも大きな影響を与えたのだとか。これを機に、東洋工業は世界での大手の自動車メーカーになりますが、1940年頃になると軍事体制に入っており、なかなか自動車の生産までこぎつけることができませんでした。日中戦争時は銃の生産を申し渡され、他にも爆弾や水雷等の製造に勤しむことになってしまいます。1945年、アメリカによる原子爆弾の投下の際には、爆心地から約 5km 離れていた東洋工業は建物は無事でしたが、119人の従業員が亡くなってしまいました。終戦後4ヶ月後には、三輪トラックの生産を再開。再び、戦後の特需が起こり、三輪トラック市場は活性化。東洋工業の三輪トラックは、1949年から54年までの5年間で12倍以上に伸びました。1952年に、茂次郎氏は76歳で死去。前年の1951年に、長男の常次氏に社長職を継承しています。1950年には、東洋工業初の四輪自動車を開発。当時の事情を考慮したピラミッドビジョンと呼ばれる構想を立ち上げた結果、1960年には、東洋工業初となる四輪自動車。R360 クーペを発売。1962年に発売したキャロル360と合わせ、一時期は国内販売台数首位に躍り出るほど売れたそうです。しかし、三輪トラックや軽乗用車がメインだったために、規模や収益性等は、トヨタや日産には遠く及ばず、これを打破するために、グループを3つに分けようと画策。イタリアにあるベルトーネ等と業務提携を行い、国際競争力をつけようと、1967年に開発したのがコスモスポーツ。コスモスポーツは、世界で初めてのロータリーエンジンを搭載した自動車であり、自動車業界を牽引する存在となりました。ところが、オイルショックにより、自動車業界全体で売り上げが減少。その中で、東洋工業は量産を行うという強硬策を取り続けた結果、財政難に陥ってしまいました。1975年には、経常赤字が173億円となり、一部では倒産するという話も出るほど。こうした情勢下で、アメリカのフォードと業務提携し、1978年には RX-7 を開発。これがヒットし、1979年には、生産台数が100万台を突破。1980年には5代目ファミリアを発売し、
これも大ヒットを記録。1984年にはマツダ株式会社に改名しています。業績も回復し、いよいよこれからという時に円高やバブル崩壊といった出来事が自動車業界を直撃。マツダはこれ以降莫大な負債を抱えることになり、社長をヘンリー・ウォレス氏に変更。2000年から2002年まで新型車が投入されないというほどマツダの経営が追い込まれていました。2002年以降はデミオやアテンザ、アクセラといった新型車がヒットを重ね、業績が回復しています。というようにマツダは様々な苦悩を経験しつつも、その度に苦難を乗り越え、今や世界での有数の自動車メーカーとなっています。こうしたマツダの歴史を見た海外の方からは多くの声が寄せられていますので、ここではその声の一部を抜粋して紹介していきます。海外の反応。どんどんマツダのことが好きになっていく。この歴史の授業はマジで最高だった。グランツーリスモの映像が最高だね。歴史はいくら見ても飽きないよ。66歳にもなると俺も歴史みたいなもんだから。日本人はマジで働き者だね。日本列島ってこんなに距離があったんだね。日本製のマツダさんが大好きだよ。今までに乗った車で一番いい。今は3代目のマツダに乗ってるよ。それくらいマツダを信頼してる。ロータリーエンジンのマツダ車が一番好き。ロータリーエンジンのマツダ RX7 を思い出す人？ RX7 は一番好きな90年代の JDM カーだよ。本当に衰えを知らないデザインだ。高校時代に RX8 が欲しかったのを覚えてる。美しいと思ったから。両方持ってたけど、マイアミで盗まれた。RX8 に乗ってるけど、好きでしょうがないよ。ペルシャ人だからストーリーも気に入った。素晴らしいミニドキュメンタリーをありがとう。息子と二人でめっちゃ楽しめたよ。マツダのストーリーがこんなに悲劇的なものだとは思わなかった。殺しの道具を作ってた創業者が大量破壊兵器で死ぬなんて。なんで大勢の罪もない民間人を殺す必要があったのか未だに理解できないよ。すごいな。人力車を引く人は最強アスリートじゃないと無理だね。スバルのビデオも作ってくれない？こういうビデオをもっと作ってよ。自動車の歴史みたいなのは本当にクールだ。学校で見たワールドヒストリードキュメンタリーよりもはるかに面白い。こういう話が不可能なんてないことを見せてくれるね。アメリカが世界一ポテンシャルのあった自動車メーカーを吹き飛ばしたってことかわら。日本はいつでもすごい国だね。私の感想。マツダの歴史を振り返ってみると、戦争やオイルショック、バブル崩壊等様々な苦難が直撃しており、その度に苦難を乗り越えていることがわかります。もともとマツダ車を好んでいる海外の方が多く、こうした歴史を見るとより一層好きになるのではないかと思いました。マツダ車は現在電気自動車の開発も進めており、マツダの電気自動車を多く見る日もそう遠くはないのかもしれません。